ハイドンの肖像画、ピアノ・ソナタ第27番と頂上作品14から、一方冒険、ズビー27は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した、ピアノ・ソナタ。ランドン版では、第42番となっている。本作品は1774年から1776年の間に作曲され、1778年に出版されたとされている。 第27番から第32番の6曲は、ハイドンの最初の目録に1776年の6つのソナタとして掲載されている。しかし、少し前の時代の作風が感じられるため、1774年以前に作曲された疑いもある。ソナタアルバムの第1巻に掲載されているため、よく知られた作品となっている。全三楽章、演奏時間は、 約十二分半。いずれも都庁長であり、規模はそこまで大きくないが、形式的によくまとまっている作品である。また、全体的に明るい曲である。ABCD クラビア・ソナタの部屋第二室。二千十七年十月二十八日閲覧。ABCDEFG ハイドンハイドンフランツ・ヨゼフ・ソナタ第四十二番都庁長ソナタフィア・クラビアナンバー。 42時、ドゥアー方冒険、ズビー、27オーパス、14から1。2017年10月28日閲覧。ABCDE、ハイドンの世界第30回ソナタ第42番方冒険、ズビー、27都庁長。2017年10月28日閲覧。ありがとうございます。